主国土佐人たるもの、自らの首領をわきまえ、後輩らから憧れられる飲み方を心がける。宴席での8つのマナーが記された船中八策ならぬ宴中八策です。高知の食や文化の継承に取り組もうと、今年1月に設立した NPO 法人土佐伝統お座敷文化を守る会が作成したもので、持ち歩きに便利な名刺サイズの冊子にまとめました。今日、会のメンバーが浜田知事を訪問し作成を報告。世界一宴が楽しい四国土佐を目指して配布を進めていくと PR しました。宴中八策では、飲めない人に酒を強要したり、宴席で誹謗中傷や暴力行為をしたりしないようマナー向上を呼びかけています。坂本龍馬さんの考えた宴中八策をちょっともじって作らせていただきました。世界中で今アルコールに対する、感覚がすごく鋭くなっていて厳しくなっているわけですね。高知県の飲酒モラルをもっとアップさせていきたい。現在冊子は5000部作成されていて、イベントなどを中心に署名用紙に署名した20歳以上の人に配られます。